皆さんこんにちは、チャコパンです。チャコパンです。今日は予算5万円で JB23 ジムニーを現行型64ジムニーにフェイスチェンジ。言えたね、噛まずに。よりさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。中古のちょっと傷があるやつで、こうひびが入っているところなんですけど、ひびのとこはね、完全に割れて取れちゃったんですよ。あれ、それのお店とかだったら新品に買い替えちゃうのかもしれないですけど、もったいないですね。全然使えるのに。そうですね。ここのステーが割れただけでゴミになっちゃうというかね。針金でとりあえず軽く止めるんですよ。強力なカチカチになる今接着剤があるんですよ。すごい。それで固めて、目に見えないとこなんで汚くなったりして、あ、まあね、気にならないです。確かにね、光止まってれば、うん、もう全然ね、もう来ません。こういう直し方もありますよと。配線をつけてきますね。ヘッドライトの真ん中のだけはライトをつけてから後ろから差し込みますんで、これがねウインカーなんで、ウインカーはグリルについてる。うん、そかそか。スモールランプをここに差し込んで回すだけですね。くるっとね。はいはい、あ、つけました。おお。つけていく形ですね。いい。はい。左をね。お、できるかな。落としてガリンとかやんないように。これを差し込んでぐるんと回すと。でも割れてもよりさん直せんもんね。レンズの割れたらさすがに直したくても直せないかもしれない。お、今いろいろ試行錯誤してます。こっちも。できた。回した？回してない。カチッと入るはずなんだ。はい。なんか15分かかりますね、よりさん。いじらける。これは23のやつで64のライトで、ここのコネクタはだけ合わなかったってさっき言いましたけど、ここは合うはずなんだけど、なるほど、そんな、あれ、あ、いた、あ、いけた、いけた、ここでね、ここ最後ちょっとだけこれ買っちゃって、はい、ありがとうございます。あ、入りました。カチって感じがなかったね。あったね。はい、あった。そして逃がして挟まないように。できた。3本止めです。はい、3本。ここね、フロントグリルのこの2本はそのままつくんですけど、はい、3本目ここ、ここだけで、あ、奥ね、そう、空中に浮いててステーをこの23のボディの方に溶接して今ついた状態です。それだけは作らなきゃ。ああ、そうなんですね。その辺もね、キットがすんの難しいですよ。無理ですね。うん、きっと無理。うん、きっと無理。素人の僕のあれですけど、参考にね、お店独自のやり方でやっていただければ、はいはい、できますね。3点で、ガッチリ、ガチでしょ。はい。あの、2本止めの時はちょっとゆるゆるだったんですよ。きた。自作パンパンはね、結構一人でつけるのが大変で、おー、ここにナンバーつけてもね、な、なるほど、ここ見てかっこいいなと思っちゃったんですよね。役立ってる、役立ってる。私今、私今役立ってる。濃い銀杏の匂い全然しないな。えー、香ってくる。鼻の中の問題ですね。ラチェット、ラチェット、ラチェスターじゃないの。ラチェスター、よく覚えてるんです。どうしよう、使いこなせてる。やばい、取れ高ないよ。ついにできるようになった日が来た。ああ、ほら、できた、できちゃった。そうね、こんな感じ。おお、かっこいいです。もういいじゃないですか、覚えてる。もういい。ボンネットもね、結構苦労して見にくいんですけど、このライン、あ、うん、これだ。これは64新型ジムで、プラスターはこのダクトの関係もあって、はい、古いままなんですよ。23のジムニーのボンネットライン、ここね、はい、ここに64のボンネットをね、結局ね、後ろまで被せる形にしました。この前はここから切っちゃったんですけど、ここからの後ろの処理がね、どうしても難しくて、あ、被せただけじゃ難しい。そう、結局残りの半分鉄板も残ってるし、一から作るよりはそれを使った方が収まりがいいだろうと、23のところを残して他を64、そう、64に、はい、した形なんですよね。じゃあ、おろしましょう。はい、お願いします。おろして、こうして、説明したこのボンネットロックがしっかり効く。はいはいはい、すごい。どうでしょうね、まあここまでいくとほぼ完成に、ほぼ完成ですね。見たい見たい、新しいね。すごいな、23なんだか64。これも横のフェンダーと一緒で、ここの溶接でね、歪んじゃうんですよ、熱で。でね、今の車ってわざと車が潰れて、あー、そうだよね、吸収するになってるんで、鉄板がね、薄いと思うんですよね。パカッと1ミリないかもしれない、ね、すげえ。9ミリとか4マルとかね、全然高くないですね。4マル、そうだよね。
あとこれ障害のボンネットだって説明したんですけど、あんなに全部はね直してません。あってどうかなみたいなのもうね、わざとパテあえて塗ってません、割れちゃうんで。あ、感じ、そんな気がつかないでしょ。そんなそんな全然。それより何よりもっとこれ欲しいぞってとこ言って、確かに確かにあるんで、最後にグリルをつけていきたいと思いますね。わー、曲げて、はい、あった、これか、押すんですよ。ちょっとね、ボンネットはやっぱ重くなってるんですよ。重い、2枚分とは言わないけど確かに 1.5 枚分ぐらいになっちゃってるんで、重なってるからね。強度は逆にあるよ。確かに。これも延長したポイントが、この状態でつけやすいんですよ。あー、なるほどね。つけやすいってことは外しやすいってことで、あ、よくおー、はい、で、配線を気をつけて奥に入れつつ、わー、お広めだ。なんかいつもリサコがなんかあれだね。え本当だな、不祥事が起こる。なんか壊しちゃっても怖いしな。大丈夫、直せるから。よりそうか、でもそういうんじゃない。うちのキッチンの下の壺を直してもらっていいですか。ああ、そうだけど確かに確かに。わあ、できた、すごい。軽の枠をはみ出ないようにフロントバンパーとバーの位置を決めた。唯一無二だ。同じことをやった人がいたら連絡欲しいですね。確かに友達になりそうですね。そんなやつ知るわ。はい。お、あ、ちょっと待って。うわー、あー、いいですね、いいですね。でもさ、64とはまた違いますね、やっぱり。そう、あのね、屋根のラインが上に向かってかなり丸いんですよ。確かにね。人の好みもありますけど、合ってるんじゃないかな。確かにね。ちゃんと見よう。どれ？不思議。不思議と。ね、なんかこう目がこうさ、なんかよく分かんなくなって。これ最後の最後に、あら、落とし穴があったんですよ、これ。やっぱね、こういうのってやってみないと分かんないことがある。ボンネット上だね。ここか、分かった、これ水が出るところ、はい、が、出ない。出るよね、それは。で、溶接はこういうラインで溶接、つまりここは23、新しいジムニーはボンネットから出るんじゃなくて、はい、なんかね、この辺から出るみたいな。車体も23、ここのボンネットを押して、ここ23、じゃあ問題ない。 OK、 OK、 だけどボンネットが重すぎて、重すぎてこれはどうなる。走らない、走らない。自分の感想、ちょっと上に上がっちゃってるんですかね。上がっちゃってて、上がっちゃってると、わかった、こっちに向いちゃう。逆、えこれがこうなってるってこと。なるほど、角度がついちゃってるってことか。これはここだ。そうなの、あのね、この辺に出ちゃうんですよ。そうするとどんな感じになるかというと、ここなんですよ。これギリギリね、ワイパーがちょうど下に出るんですけど、このタイミング見ないと。タイミングない。あ、ダメです、ダメです。あ、外れです。もっと、あそこ、なにこれ、どんだよな、ちょっとな。かわいい。ここで角度を少しこう、はい、本当だ本当だ、変えて、もしかすると下がっちゃうのかもしれないんですけど、本当はもう真ん中ぐらいに行きますもんね。手で上げてどうかっていうね。まあちょっと上がりました、ちょっと上がりました。そうだね、タイミングもつかみやすくなりましたね。そうね、ああ、ここだ。何これ、まあ、ちょっと多めに見てください。やってみて初めて分かりますね。やってみて思いのほかうまくいくこともあれば合わないこともあったりして、納車式は出ないと車検通らないんですよ。これやってて検査官がえって思うのか、出てるじゃないですか。確かに項目としてはない、その角度とかはね。あ、出ればいいっていう、もうこのあ、出てないですかって、おかしいじゃない。出てはいますけど、検査してない。一応当たってる。あ、そうですね。フロントパネルは一切加工してないんですよ。社外品のいろんな形のグリルがそのこれから楽しめるってこと。付けられるんで、ベンツだったり、あとディフェンダー風だったり、はい、新しいブロンコだったりね、とにかく面白いんですよ。ディフェンダーです。ディズニーランドみたいな感じだね。ディーゼルじゃなくて地に点々なんです。ディーゼルね。ディーゼル、これは本物だね。フロン兄さん計画大成功、大成功、大成功。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大成功、突然ひらめいてここまでやってました。確かに視聴者さんもめっちゃあの楽しみにしてくれてる人いたんで、楽しみありがたい。うん、県の方のジムに、
200万ぐらいかな。はい。納期もね、やっぱ1年ぐらいかかるみたいなんですよ。かかるんですね、まだ。なので、これをやりましょう。というわけじゃなくて、うん、他のとね、時間に余裕がある方は、64を素直に買いましょう。ああ、そうですね。はい、それが一番無難です。確かに。64は今新車で売ってる車なんで、次から次へといろんな商品が出てきてるっていうのも面白い。確かにね、楽しみ。兄さんはね、新商品はね、まああんま出ませんよ。そうですよね。だから、まあ、素直に買っていただくか、相談してみるとかね、ショップさん、もしくは自分でチャレンジしてもらう。確かに。溶接はね、必修。参考の動画があるだけで違いますね、うん。じゃあ今回の6423計画がすごいなって思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。以上、チャコパンでした。バイ。よりさん、今回はこの素敵なジムニーをありがとうございます。ありがとうございました。ございます。うん、なんか流れがおかしい。どうする、一台増えちゃったよ、またうちに。応募者全員大騒ぎ。応募者全員に。応募者全員に。